はい、皆さんこんにちは、ゲーミングお母さんちゃみです。今日はですね、他に撮ろうと思っていた動画もあったんですけれども、あの甘露寺みつりちゃんの入浴シーンがものすごい炎上しているということで、急遽動画を回しております。いや、本来ならば私はなるべくね、このような炎上ネタとかを扱いたくない、人が喧嘩するところなんか見たくないし、大好きな作品を悪いことを言うてるのもスルーしたいんですよ。だけれどもずっとここにもや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 したものがあったんですが、今朝の甘露寺みつりちゃんの入浴の記事をバーンと読んだ時に、私の中に何かがプチンと切れて、もうこれ一回動画にしておこうと思ってカメラを回しております。今回の動画なんですけれども、いろんなご意見があると思います。もちろん私も意見を持っています。でもこれはあくまでもエンターテインメントという枠の中で、鬼滅工場委員会と題名をつけまして、皆さんとディスカッションできたらいいなと思っております。なのでこれが正解だとかこれが不正解だとか、そんな話でもないですし、私の意見を皆さんに押し付けるっていうことも一切いたしません。ただ皆さんが感じていただいたこととか、こんな意見あるよ、刀鍛冶の里編へと気持ちよく進んでいくために少しでもディスカッションできたらいいなと思っております。これを見ていらっしゃる人の中にも A の意見、 B の意見、C の意見、 D の意見、いろいろあると思います。重なるところもあるし、全く反対意見もうたくさんあると思いますので、私たち工場委員会、今日はお話ししていきたいと思います。結論から言うとですね、私はみつりちゃんの入浴シーン、ぜひとも放送していただきたい派です。これはね、先に言っておきます。私の意見はこうなんですけれども、司会進行を私本日務めてまいりますので、もちろん中立な感じで行こうと思っておりますが、何分このような意見を持っている派ですので、少し偏ってしまうかもしれませんが、お許しください。なので聞いててイライラしそうやなと思われた方、ここで退出していただいた方がいいかもしれません。少しでも、あ、こんな意見あるんやなとか、私はこうやなと、ちょっと見進めてみたいなと思われた方、ご興味持たれた方、ぜひ最後までご覧ください。ネットでね、どのような意見があるかちょっと拾ってみたいと思います。まずは反対意見から、みつりちゃんの音声のとこカットしてほしい、じゃあ見るなよと言われているけれど、私は非常に嫌です、女性を侮辱しているか、単刀直入に言わせてもらうと、みつりちゃんの入浴シーン全カットでお願いします。あのシーンは女性蔑視になりかねない、同じ女性としてとても許しがたい、といったようなね意見があるみたいです。でこの報道に対して原作ファンが猛烈に反応し、まあアニメでねまだやってないシーンなので、この言った人たちも、まあ、コミックを読んでいらっしゃるファンだとは思うんですけれども、一応まあ原作ファンというふうに書かれていますね。でその方のご意見が、あれのどこが女性蔑視なのかわからない、カット絶対しないでほしい、深夜アニメなんだし嫌なら見なければいいだけ、原作を否定するな、自分が気に入らないからって作品をねじ曲げようとする方がおかしい、原作に忠実にやってるなら良いではないの、そのキャラクターのアイデンティティだよ、炭治郎や玄弥の入浴シーンだってあるのに、それは問題視しないで甘露寺にだけ反応している時点で性差別、などの声が上がっているということなんですけれども、私は刀鍛冶の里編のみつりちゃんのこのシーンに関しては、まあ危険予測はしていました。っていうのも遊郭編でかなりね、いいとか悪いとかいろんな意見が飛び交っていたので、刀鍛冶の里編もみつりちゃんの入浴シーンは問題になるんだろうなとか、どのように描くんだろうなと思っておりました。ただそのアニメの制作スタッフの方は、この間の新宿の大型広告の時には胸の谷間やダキちゃんのところとか結構ね隠しているような感じでちゃんと展示されておりましたし、その辺のところはねすごくすごく慎重にされていらっしゃるのかなと思っております。最初のご意見も全カットでお願いしますって、まあ女性蔑視っていうのは、このライターの方が書いていらっしゃるように、小峠先生女性の方だと言われておりおられますので、まあ、女性を蔑視したような表現ではなかったんじゃないかなと私は思うんですけれども、女性を侮辱しているっていうのはどういうつもりで侮辱したと感じられたんでしょうね。私は理解に苦しむなと思います。みつりちゃんはものすごい女神様のように描かれてますので、女性から見ても憧れの女性であって、まあ入浴シーンも本当に美しく描かれていて、みつりちゃんのキャラ
クター性を描くのにかなり重要なシーンだと思っております。というか刀鍛冶の里編でカットしてはならないシーンというか、もう本当にみつりちゃんを語る上であのシーンがあるとないとではなんかもう全然違うんじゃないかなと私は思うんですけれどもね。あの一カットがすごい印象的で、もう全てをねなんか物語ってるような感じがするんですよね、あのカットに。侮辱っていうのはちょっと理解しがたいな。まあ、カットしてほしいっていうのは、あの、親御さんでね、私はいいんですよ。私はいいんだけど、ちょっと子供に見せるのは刺激的かなと。それはすごくわかるんですけど、もうこれもどちらも成人女性のご意見かなと思うと、そうかなって思うんですけれども、嫌なら見なければいいだけっていうご意見もね、まあ、あのかなり厳しいご意見だとは思うんですけれども、その人は見たいし、その人は見れる条件かもしれないんですけど、お子さんとかにね、鬼滅の刃好きだから見せてあげたいけれども、あのシーンだけどうにかならないかなみたいな感じなんでしょうかね、っていうのが多いのかなと思って、私は遊郭編の時にそう思いました。遊郭って何っていう質問にどうやって答えたらいいんだよ、もうやめてよ遊郭とかテーマにするのみたいな感じなのかなと思っていたんですが、遊郭のお仕事の内容直接に物語が重要なポイントを置かれているわけでもないですし、まあ、舞台が遊郭で遊郭に住んでいる鬼と戦う、あそこが、まあ、遊郭でなくてもお話は進んでいったのかなと思います。ただその宇髄さんのきらびやかなシーンですとか美しい鬼が出てくるとか、まあ、そういうところへんはやっぱりちょっと遊郭っていうワードがあった方が奥深いものがあったのかなと思うんですけれども、その物語の本筋がお仕事に関することではなかったので、まあそういう場所があるんだよっていう程度ぐらいでいけたんじゃないかなと思います。思えばその皆さんの大好きな映画村、私も修学旅行で行ったんですけれども、修学旅行で行った映画村に遊郭のねスタジオといいますか場所もありますし、あれはじゃあ修学旅行で行くべきところなのかって言ったら、ものすごい楽しいところで歴史を学べるアミューズメント施設だと思いますので、私はすごくいいなと思いますし、子供に赤ちゃんってどうやって生まれるのって言われた時に、皆さんじゃあどう答えてるんですかと私は問いたいんですよ。これは私喧嘩しているわけでもなくて、どう答えてるんですかとお聞きしたいです。これ私大きく分けて3つのパターンがあると思うんです。1つ目のパターンがぼやっとパターン。ぼやっとパターンっていうのは、お父さんとお母さんが結婚して仲良くしていたらお腹が大きくなってくるんだよみたいなぼやっと答えるパターン。もう1つはファンタジーパターン。ファンタジーパターンはコウノトリさんが運んできてくれるんだよみたいな、ちょっとファンタジー入ってるようなパターンと、それからアカデミックパターン。これはもう本当に男性と女性の性のお話をしっかりされるパターンがあるかなと思うんですけれども、絶対に多分聞かれますよねっていうか、私たちも質問しませんでした、ちっちゃい時。その時に親というのは子供にどう答えるか、それが親として私はステップアップできるチャンスだと思っているんです。子供にとってもいろんな言葉や経験、今回の鬼滅の刃と出会ったことも、鬼を斬ること、遊郭ってなんだろう、子供にとったら出会いと発見だと思うんです。親も子供にそういう質問されるのも新しい出会いと発見であって、子供にどうやって話そうか、どんな風にこの子を育てようかっていうのが親としてステップアップできるところじゃないかなと思うんです。なのでそこから逃げないで、今回の遊郭編、いやもううちはもう絶対見せませんっていうパターンもありますし、うちは見せました、ぼやっと答えました、いや結構そのことでいろいろ深く話しましたっていうご家庭もあられるでしょうし、みつりちゃんのシーンも、いやもうそこだけはカットして見せたい、あれはあれでよくあるやつじゃないですかみたいな感じで済まされるお家もあるでしょうし、まあいろんなパターンがあると思います。だからもう私はマルチエンディング、もう答えはないと思ってるんですけれども、まあ、いろんなご意見があると思われますし、これは正解とか不正解はないと思うんです。ご家庭のことですし、きっと鬼滅の刃のアニメスタッフの皆さん、そんなことを言われなくてもめちゃめちゃ考えて制作されてらっしゃると思います。まずもってその週刊少年ジャンプであのシーンを採用されたということは、週刊少年ジャンプという枠内では OK シーンだったわけで、コミックも販売になって、よし買
刀鍛冶の里編もアニメ化しようみたいな話になってるので問題はなく進んでおられるんだろうと思っております。知識はありませんがきっと書き直しとかさせられるとよくお聞きしておりますので、私たちが読めるところまで至ったので、なぜ問題なく通ったあのシーンをアニメだとカットしなければならないのかっていうだいぶ私中立な立場でいきたいと言いながら自分の意見言うてますよねすいません、いやかなと思ってしまうんですよね。ちょっとねその辺が残念だったかなと。まあ家々でいろんなパターンあられるでしょうし、刀鍛冶の里編子供に見せたいけど見せられない、はたまた家族みんなで鑑賞するのか様々だと思います。最後にこれだけ言って終わりたいと思います。子供って親が隠してもまあどっからか見つけてきますよねいや本当に、でもそれが私はね、私は成長だと思っております。皆さんのご意見はどんなご意見なんでしょうか。ちょっとね炎上ネタというか、こういうねネットの問題取り上げるのは私はあんまりね好きじゃないんですよ。もうみんなと喧嘩したくないですし、いろんな意見分かれるのも悲しいなと思うんですが、まあ、今回は私はこっちの意見、私はこっちの意見じゃなくて、こうしたらどうですかとか、うちはこうしてますみたいな、前向きに検討できるようなご意見がいただけたら嬉しいなと思っております。はい。ぜひ皆さんのご意見、コメント欄にお書き添えください。私？あ、うちんち。もちろん家族で鑑賞しまーす。はい。というわけで、この度は、甘露寺みつりちゃんの入浴シーンについてお話しさせていただきました、はあ、私はねみつりちゃんのシーンぜひともカットせずに流していただきたいなと思いますまた言っちゃった。はい、というわけでこの度皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ご分を